ビデオカメラのデータ復旧を行いました。鹿児島県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、キャノン、アイビス、HF-M32。ビデオカメラが故障し、電源が入らなくなってしまったという状況です。データ復旧処理を行い、4時間35分の動画データ 100% の復元に成功しました。